クロスベース、はい、グランドオープンしたんでね、何個にも分けて動画出しますけども、今回はですね、グランドオープンのガチャをやっていきましょう。欲しいのは、菅野が一番欲しい。高梨はリア大で、今年最強ピッチャーになるかもわかんないらしいね。そうそうそう。なんかクレイさん、俺クレイさんとビップさんの動画めっちゃ見てるから。めっちゃ見てます。あの二人、俺全然取んないくせによ、本当に。今年出たら取ってくれよ、本当。井の一番で。だからそれまでに来てほしいね。田口もいいのよ。田口だって全同時だからね。だから田口も使えるんだから、田口も欲しいのよ俺。だから一番だから田口、すぐ極みにできるっていうことを考えれば、田口、菅野、丸、高梨いきましょう。1回目3回目4回目だからね、お一人様4回限り、はい、こちらやっていきましょう。まず確定ね、1回目だから誰が当たるかだね。10連目レッツゴー。だから3枚当たるから4枚欲しいね。 S4 枚欲しい。4枚、よし君レッツゴーからの、これはもう絶対当たるんだよね。何枚来るかだからね。何枚、さあ2枚引きか。これは1枚演出なのか。菅野、田口、さああとかぶるのやめてほしいね。そうですね、持ってるのはグランドオープンだけに。おー、菊池、藤原もこれホームランバッターのバッティングフォームだからね。おすな、ブセリックス、ああ1人か、1人、さあ来い菅野、大島、いいね。俺大島ももうすぐ極みにできるから、でも俺ベストナインタイトルホルダーでやっと極みにしたのに、もう一回極みにしなきゃいけないね。でもいい。勝たないのが一番大事です。そう。ここで来てほしい。レッツゴーからの白。ああ。あともうそれか A の桑原とか出てんのかな。笑って笑ってねえ、笑って。笑わねえんだよこいつら本当に。さあ、ここは何もなしか、何もなしなのか。田村開幕2軍来い。松本、絶対当たるのに何もなんないって寂しいよね。これ全部ノーマルノーマルノーマルでこう飛ばなかったら、里崎チャンネル的にはかなり高確率でね、飛んじゃったわ。で笑ったわ。これも1枚だ。いい。ちょっと。荻野。さあ。菅野は俺のチームに来てくれんのか。どうなの。野間。野間も今年頑張って数値上げていこう。最後です。ラスト。G チーム確定だから、俺中 G セレクション持ってるから。今の中 G じゃちょっとさ入ってこないから、でリアタイとかはセレクションの中 G でいけるから、菅野、丸、高梨4分の3だから、マジで一番欲しいのは菅野よ。その次に高梨、丸だから4分の1だけど4分の3なのよ。これは外さないでしょ、さすがにね。皆さん7割5分のお前打者いたらうわうわでしょ、あなたのチームにね。さあ、じゃあ行きましょう。最後ジャイアンツにしてる菅野、来てくれ。さあ2枚引きでもいいよ。だってそりゃそうだよ、だって自チーム確定だから。何びっくりしてんだって。しかも俺まだ誰も持ってないから、かぶりとかもないしね。これ2枚引きじゃん、2枚引きじゃん、ほら2枚引きじゃん、ほらもうほらフルコンプリートよ。最初のうち出なかったけど、これ2枚引きあるんちゃう。さあ10枚までに来たら2枚引きよ。よし、中村晃、中村晃も俺はもう極みにできる。3枚、3枚あるね。3枚からの中村晃からの来てもいいのよ。もう2枚だった。さあ4分の3よ。ここよ、頼むよ菅野、カモン。高梨、まあ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 、いいでしょう、いいでしょう、いいでしょう、まあ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 、4分の3だからね、オッケー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 。でも、菅野欲しいね、どうにかして取れないからね、まあ、ミキサーだね、ミキサー来たら、うん、じゃあ、またその時はね、皆さん、やっていきましょう。活躍選手予想しよう、この開幕に向けて、皆さんもね、このだから3戦だね、3戦。だから皆さんこのまたこれも勝負しましょう、みんなと一緒に。だからまあオーダーね、まだ登録してないけど、キャッチャー確実に出る選手ですね。ああ、3試合ね、甲斐やな、キャッチャー甲斐、まあ、ここは無難にいっとこう。ファーストレアード、ファースト守るのか、山口っていうパターンもあるからね、ファーストね。ああ、中田翔いいね、中田翔いっとくかね。巨人中日、でも中日ピッチャーいいよ。ビシエドにする、ファーストビシエドにする、ファーストは。セカンド、セカンドはね、中村翔吾にしとくわ、俺は。で、サード、岡本やな、やっぱ岡本調子よかったもん。ショート、でも中野が間に合うからね、開幕ね、50盗塁、盗塁もあるからね、源田か、やっぱ源田にしよう、ちょっと源田にしよう。源田たまらんでしょ。レフトはね、西川で行きたいね、調子よかったからね。センター塩見やな、ライトマーティンやろ、ライトマーティンで行こう。サトテルもあるけどね、どこで行きますか。いや、まあここはもうマーティンで行こう。サトテルあるよな。あ、でもあれでしょ、指名打者を、でもグラシアルもいるしな、指名打者、サトテルでいこう、ライトは。サトテルのお前、内野登録になってるやんけ、内野登録になってんで、でも外野だよね、なあ、ライト、マーティンにして、だってサトテル3連勝のうちにサードとか、ひょっとしてあるかもしれないじゃんね、マーティン、高部もね、頑張ってほしいけどね、あれマーティン外野におらへんやん、どういうこと。マーティンいないんだけど、まあじゃあいいか。サトテルと DH は村上いっとくか、柳田いっとくか、よし、これでいこう。投手はこれ金土日先発するやついかないといけないからね。な、でも奥川入れとこう、奥川この3連戦多分投げるから。ああ、山本由伸ね、これは入れとこう。んで、佐々木朗希入れとこう。千賀だな、千賀、これ先発入れてて投げなかったらギャグだしな、解説者としてそれは恥ずかしいよな、お前ローテーション知らへんのかみたいなね。あ、大野絶対投げる。じゃあ大瀬良にしとこうか、これはもう解説者として。ちょっとこれ今俺成績悪すぎるからね、解説者のくせに全然振るわないんだよね、おかしいんだよね。石川も状態良かったからね、ロッテね。ロッテは楽天とですね。そう。でも則本も良かったよね。則本入れとこうか。あと俺あれにしとこう。ロッテ小島いいから。小島はもう安定感あるから。やっぱ先発の方が。やっぱリリーフは下手したら1試合も投げない可能性あるからね。3試合だから。だから絶対投げるやつにしといた方が、まあマイナスもあるけどプラスはあるから。高橋奎二。投げんの？開幕カード。宮城西武に相性いいからね。投げんのか、投げるよな、開幕カードなあ。じゃあ宮城にしよう。隅田君行こうかと思ったけど宮城にしよう。これでお前先発投げへんかったらギャグやつをよし、エントリー、はい。ということで皆さんとも対決して、今回は1000位以内、うん、目指して頑張りますので、佐々木とチャレンジしましょうということで、グランドオープンもしましたし、皆さん楽しんでいきましょう。